東大受かった時の自分とご家族の反応を知りたいです。あと顔めっちゃ好きです。ありがとうございます。東大受かった時の、まず僕の反応としては、あんま驚かなかったというか、喜びはなかったですね、正直。っていうのも、ネットだったんですよ。その掲示板、ネット掲示板での合格発表で、3分前、4分前ぐらいに掲示されてて、で、ちょっと前ぐらい、張り付いてる、その時間前、直前に張り付いてる時点で、なんか、そわそわしてんのかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、別に決してそういうことではなくて、なんか、ノリというか、友達とかも、何時だねみたいに言ってるから、よし、じゃあ、見るかみたいな、そういうノリだったんですけど。で、3、4分前ぐらいに、このボタンかなって思って、このボタンを押して見れるのかなみたいな感じで進めてったら、もうそのまま掲示されてて、あれ？あ、もう出てんだ。って思って、で、そのまま見て、あ、まあ、あるか。みたいな、なんかそんな感じで、意外とあっけなかったんですよね。3、4分パソコンの前で待って、あと3分、あと2分、あと1分みたいな、そういう感じだったら、ちょっとずつなんかこう、緊張もね、高まってきて、喜びもひとしおっていう感じだったのかもしれませんが、僕はね、なんか、まあ、言うて受かってるっしょっていうか、試験受けた時の感触で正直、まあ、これで落ちるはありえないなっていうふうに思ってたわけですよね。模試で今まで A 判定以外取ってきたことなくて、で、模試ぐらいの実力は普通に、まあ、普通に出せたかな、みたいな感じだったので、じゃあ落ちはしないっしょっていう、感じだったんですよね。なんなら東大って試験2日間あるんですけど、1日目終わった時に、親に、多分受かったと思うって言って、2日目は、2日目受ける前からそういうなんか舐め発言、舐めてる発言とかしてた覚えがありますね。はい。でもそれぐらい、まあ、落ちないっしょとは思ってたので、僕はそんな感じでした。ただ、親はなんか、超喜んでましたね。で、よかったねーって言うんですけど、まあまあまあ、みたいな、なんか済ました感じでした、僕は。別に、喜びが照れくさいからとかじゃなくて、なんか自然な感じで、まあ、分かってたけど、みたいな感じの、そうだね、ためがなかったからね、掲示がちょっと早めになんか出ちゃったから、そこ、パソコンの前で実感、じわじわと来る、あ、そういえばなんだかんだ頑張ったしな、みたいな、そういう思い出にね、浸るような時間取れなかったがばかりに、僕自身のなんか、こう合格発表の時の気持ちもそんなね、盛り上がらなかったと。だから、例えばテレビとか YouTube とか、運命の発表は、みたいな、ドックンドックンみたいなためあるじゃないですか。あれって大事なんだなって思いましたね。さらっと言っちゃうと、まあ、なんかあんま緊張感もないけど、こう、ためがあると、ね、そのための間にちょっとした気持ちの高鳴りがあるんだなっていうふうに今思いましたね。はい。まあ、そんなどうでもいいことですが。